焼き物あるいは焼き料理とは料理の一種で、本来は、熱な形を利用せず、火で直接食品を加熱した料理である。焼く調理法を英語では、ロースト、ベーク、トースト、グリル、パンフライ、ソテなど、複数の言葉で表し、異なると考えられている調理法が、日本語の和語ではすべて、焼くという一つの動詞で一括されている。同様に、中華料理で用いる中国語でも、 線、炒めなど、複数調理法も、和語では、薬と総称されている。現在においては、特殊な道具や、調理器具を用いて加熱する場合にも用法が、広がっており、薬の定義はさらに細分化されている。それぞれの定義については、下記を参照のこと。ハンバーグの炭火焼き食材を直接火、もしくは高温の物体に近づけて、炙り、加熱、調理する方法が、 直火焼きである。加熱調理の技法としては人類最古のものと思われる。直火焼きにおける食材への電熱は主に熱腹者によるものである。魚類や肉類などを串や金網で保持できるようにして加熱する。食材を串に刺して焼いた場合は串焼き、網に乗せて焼いた場合は網焼きなどとも呼ぶ。加熱前や加熱中に調味料で調味する場合がある。 この方法を利用した主な料理は焼き鳥、ケバブ、焼き魚など。直火焼きの場合、熱源となる燃料の違いによって、炭火焼き、ガス浸き、電気焼きなどと呼び分ける場合がある。油に基づく焼き方油に基づかない焼き方、熱媒体として油や水を使わずに食材を加熱する。コーヒー豆や茶葉を加熱し水分を飛ばすことは焙煎と言う。 料理のテキストなどで、肉の外側に焼き目をつけて、肉汁の流出を抑える、リソレというテクニックが教えられていることがある。これは1850年頃に、ドイツの科学者である、ユストゥス・フォン・リビッヒによって提唱された説だが、この説は誤りであることが証明されている。しかし、著名なシェフであるオーギュスト・エスコフィエなどが支持してしまった、ためか、 今日に至るまでこの説を信じている人は多い。焼き上がりを確認する、一般的な方法には、以下のようなものがある。直火によるもの、焼き用や容器を使うもの、油を使うものなどの区別。ケネス・ミラー、アーキラジスツ・ファインド・アーリエスト・エビデンス・オブ・ヒューマンズ、クッキング・ウィズ・ファイア、ディスカバー・マガジン、コムバック・パブリッシング仕様・シ o 2017年2月26日、閲覧。 青木幸子監修、大人の家庭科の教科書、家事の苦手がなくなる、生活が楽しくなる、カサソ出版社、2016年、50ページ。ISBN 47億7308万6955。ハロルド・マギー、香西緑役、マギー・キッチン・サイエンス協立出版、2008年、157ページ。 ISBN 9長7843億26606ありがとうございます。